好きになる楽を旅する楽旅。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。さあ、本日は月に一度のお楽しみです、月刊楽旅通信、今日ちょっと一服。本日もスタートしたいと思います。拍手。あれ、さあ、あえて今飛ばしました。そうですね、本日は3月の18日月曜日午後の7時ということで、はいはい、まあ久しぶりのこれライブ配信なので、久しぶりすぎてね、もうしないなんか忘れましたちょっとね、私もあの日付を言うのを忘れてまして、いきなりあのタイトルコールから入りましたけども、今ね、ちょっと今記憶をたぐとってるような感じですね。そうなんです、あの、はい、さっきね、こうライブ配信スタートのスイッチを押してから、はいはい、なかなか視聴者の数が上がらずにですね、そうそうそう、ちょっと私あのまだかなって思ってました、ね、そうそう、皆さんがね、いつもよりも長いなって、もうちょっとライブ配信忘れてるんじゃないかと、あ、もう終わったとちょっとね、本当にこの2月3月が、はい、もうあちこち、まあ、ありがたいことなんですけども、うん、公演で、はい、東京を含めて全国へと行かせていただいておりまして、はい、そうそうそう、今回のこのライブ配信も、うん、なんか1週間ぶりぐらいということなので、あら、まあようやく京都に帰ってきまして、帰った途端に昨日、はい、日本海天の橋立の宮津に行ってましたんでね、はい、まあ本当にあのオフィスに来たのしばらくぶりなんですよ今日。降りたはったんですか？やりました。何それって、あの宮津踊りというですね、はいはい、先日あの今日の輝き2024はい、はい、南座で盛大に、はい、もう本当にね、幻想の世界でした、はい、京都の各地に伝わる伝統芸能が一堂に南座に会して、はい、 そうね、はい、そして佐々木蔵之介さんがナビゲーターで登場して、そしてもう夢舞台、そうですね、映像と音を ね加えて伝統芸能が披露されましたね。もう時々にこういろんな踊りが出てきて、その最後を飾ったのが宮津踊りということで、はいはい、ね、その宮津踊りを今回はその舞台を見て、うん、さらにツアーで一緒に行って、うん、現地で実際に舞台に上がられた皆様と一緒に、はい、あ、舞台に上がられた方たちが教えてくれはったんですか？そうなんですよ、なかなか厳しい先生でした。まだまだって言ってね、全然終わらないんですよ。でもね、結構皆さん、はいはい、昨日20人近くご参加いただいて、うん、はいはい、バスで、はい、私もお見送りまでは行きました。そう、2時間かけて行ったんですけどね。ひどいと思いますね、私。お見送りまでは行ったんですよ。はい、うん。ものすごいですね、楽しかったです。ああ、そうですか。でも、ご参加いただいた皆様からはですね、はいはい、ぜひ来年もまず今日の輝きの、はあはあはあ、舞台をやっていただいて、いろんな伝統芸能を見て、うん、はい、で、実際に私たちもそれに参加できるような、まあ、こういう体感のツアー、ぜひやってくださいということで、アンケートも取らせていただいていると思いますので、はいはい、皆様からの貴重な意見でまた来年に向けてですね、うん、はい、京都の伝統芸能を広く、まあ、広めることができたらいいかなと思ってるんですね。はい、海鮮丼とか食べたんですか？食べました。海鮮丼じゃなくて、なんとね、うん、海鮮重。お重。お重の中に。丼ではないんです。さらに豪華な海鮮重。よろしいな。美味しかったです、やっぱり。やっぱ、うん、いいですね。あの、日本海のね、幸がもちろん盛り込まれてるんですけども、うんうん、ちょうど天の橋立のたもとに、うん、まあ、知恩寺という、はいはいはい、文字菩薩を祀る ね、切れ戸の文字と呼ばれるね、はい、文字菩薩のお寺があって、そこでまず、はいはい、拝観をしてからですね、ちゃんとお参りしたんですね。お参りしました。だから昨日ね、うん、行き帰り2時間、うん、合計4時間、私ね、バスの中でずっと喋り続けたんですよ、はい、明智光秀の丹波平定の話とか、日本海側行くとね、元伊勢この神社がありますから、ね、天照大神の様々な神話にまで話が及びましてね、はい、往復で4時間喋ったんですよ、はいはい、その知識が多分皆さん抜けてないと思います、はい、知恩寺で知恵の文殊さんに参拝してますから、昨日の私の知識がだいぶ入ってるんじゃないかと。みんな、さーっと向けてると思いますけど。
海鮮丼美味しかったなーっていうのはね、ね、覚えてはるかもね。まあいいですよね、そうやって現地行けるって、ね。そうですね、やっぱり本当にね、うん、そういう意味では現地で直にその踊りの皆様と触れて、はいはい、そしてご指導もいただいて、はい、まあもちろんそんなにすぐには上達しませんけど、はい、みんなでね、輪になって、はい、いやいや楽しいですよね。あのまたちょっとね、うん、その模様動画でまたお届けしたいと思いますので、ぜひ、はい、私のフラダンスを。いや違う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 。すごいなんかね、こう綺麗な手でした。なんとなくやっぱりね、都踊りとか、現場とか見てますから、あのなんとなくね、この手先を、やっぱ皆さん聞きました、うん、手先を綺麗にしとかないと、こうではやっぱりこうね、あら、あら見てるからと。で、つま先もこういう感じでね、ちょっと動かして、一歩出すとかね。すごい、見てるから、そういう風になってるんだって。やっぱりね、あら見る視点が違うんですよ。あら、ね、じゃあ見せていただきましょうよ。はい、いやもうね忘れましたよ、昨日ですけど。いやどんな踊りだ、なんかこれだけ覚えてます、これだけ。ちょっとなんかバックした月をこう見る、あ、月をね、はい、これ覚えてます、はい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 、私もね、あの子供の頃すごい盆踊りが好きでね。あ、そうですか。はい、もうあの家のね、地域の盆踊り、もうあの母がもう帰りなさいって言うまで踊りあ、そうですか。あのね、聞いたらあの昨日は宮津踊りだったんですが、はいはい、福知山音頭、福知山の方はね、なんかその、うん、おそらく全国の、はい、そういう盆踊りの中では、ね、一番難しいんじゃないかと。なんか手数というか、なんかその踊りのパターンがね、十何個あるらしくて、はいはい、なんかそれがね、大変頭の健康にもよくて、いいですね、体と頭を使いながら、はい、音楽に合わせるとか、ね、いろんなことをね、うん、感覚を使ってますから、盆踊りって本当にね、なんか高齢化社会の、はいはい、まあ、いいこう運動になると、そうなんですか、うん、ボケ防止にもなると言ってましたね。うん、ね、来年あったらね、ぜひまた一緒にみんな踊りに ね、来年こそ私踊りに行きたいですよ、ね、ぜひそういう形で昨日は行ってきましてね、はい、ようやく京都で、まあ、一段落、うん、今日落ち着いたということなんですね、はい、さあいよいよですね、これまで東京に約1週間ぐらい行ってきて、いろんな話をしてきたんですけどね、もうほぼほぼ今はね、はい、桜の話題、はい、ですね、気になるところ、もう皆さん気もそぞろ、うん、もういつ京都に行けば桜が見られるんだと。で、意外とちょっとこう開花予想を見てますとね、はい、当初18日とか19日と予想が出た、今日18ですよね。ノーノー、明日19ですよね、はい、まだ来ちゃダメですよ皆さん。意外とだから今ねちょっと遅れつつ、だいぶ遅れてますね。今22か23ぐらいになってきまして、うん、ということは今週末の金曜土曜あたり、そうですね、まだソメイヨシノなんかはね、つぼみかたし、昨日までは結構暖かかったの、今日と明日がまたぐっと冷え込むらしいので、はい、そうそうそう、今日寒いですね、はい、今日でもめちゃくちゃ寒かった、うん、風も強かったですね。だから今はあの河津桜が、うんうん、まあ、ギリギリまだ今綺麗に持ってますけども、散り始めてちょっと葉っぱがね出てきてて、うん、まあ、おそらく、まあ、これからちょっと風雨で散っていってっていう状態ですのでね、うん、まだまだね、最新の X、うん、旧ツイッターを見てますと、はい、この絵桜がまだ1輪2輪ぐらい、もうようやく探して、あ、ちょっと咲き始めたかなというぐらいで、で、平野神社の先駆け桜はまだ X にはあまりこう情報が載ってなかったので、まだかなということで、本当にこう一気にまたね遅れつつある、そうですね、うん、ということで今週末の土曜日開花で、満開がその次の週の週末から4月の頭にかけてじゃないかなということになりましたので、はい、ちょっと早くなるんじゃないかという、ね、思いがありましたけど、ね、意外と例年通りに戻ってくるんじゃないかと思ってますのでね、難しい本当に、ね、うんうん、まあ、ちょっと今後の気温の上がり下がりと、はいはい、ね、はい、日本気象協会の最新の開花予想などを見ながらですね、はい、皆さんもぜひ京都のお出かけの日程をですね、はい、検討いただくといいかなと思います、はい、さて、はい、さてですね、もうちょっと今日も3月、あ、でも皆さんはどうです、ご集合いただいてる感じでしょうか。またコメント見るの全く忘れてましたね。ねえ、皆さん本当お久しぶりで、もうね、あの月刊もなくなったのかという、そんな風に思われてるのか。こんばんは、こんばんは、こんばんは、待ってましたよ。もうお待たせしましたね、本当に。森さん、こんばんは、はい、というご指名もあります。はい。さあ、学生時代、学園祭で河内音頭、うん、
踊らされていました。踊らされていた。ちょっと嫌だったんかな。あ、そうなんですかね。はいはいはい、まあ、大阪というとね、河内音頭ですよね。はいはい、こんばんは、こんばんは。近衛邸跡の糸桜は、うん、はい、いつぐらいになるでしょうね。まだもうちょっとかな。今本当に咲き始めたので、まあ、やっぱ今週末に見頃を迎えてくると、はいはい、ソメイヨシノが咲く頃にちょうど、早咲きの糸桜が、ね、はいはい、うね、こう見頃を迎えるんじゃないかなと思いますので、うん、もうちょっとの辛抱という感じですかね。でももう、春の足音聞こえてる。うん、あっちから聞こえてる。犬の足音じゃないですか、それ。外の散歩してる。わーみたいな。ね、なので、まだね、もうちょっとという感じですが、皆さんもまた桜のなんか計画がありましたらね、はい、あのぜひコメントでお寄せいただいたらと思います。はい。さあ行きますか。今日ね、なんか盛りだくさんということで、私全然まだ、盛りだくさん、せっかくね、今度台本作ってくれてるんですが、一切見てないんですよ。見てよ。だってほら、もう1ヶ月半ぐらい経ってるわけですからね。はい、はい、2月の本当に、節分の頃にやりましたからね。そうそう。で、あの、3月のね、うん、1日に、あの、まあ、ここね、あの町屋、毎月こうお掃除とかしたりするんですけども、うん、そのお掃除が終わったタイミングで、あ、それ今月の月間いつしようっていう二人話したんですよ、はい、3月の1日に。で、3月の1日に、あ、ちょっと今日はもうできひんな、じゃあ次いつやってなって、3月の1日に次いつやで話した日が今日。今日なんですよ。だから、あの、伸び伸びになって今日じゃないんですよ。ないんですよ。もうスケジュールを合わせ合わせていくと今日しかなかったっていう、今日逃したらまた1週間ぐらいないですもんね。もう1ヶ月飛ぶやって話なんでね、はい、本当にね、ギリギリギリ、まあまあまあギリギリ、はい、まあ、桜もまだ咲いてないし ね、 あのギリいけるかな、いろんな情報を今日もね、お届けできたらいいかなと思いますね、はい、で、今年ね、うん、NHK 大河ドラマで、はい、あの光る君へよし行こう火山天皇、火山天皇もね、はい、出てきてますけれども、すごいやっぱりちょっとご覧になってる方多いじゃないですか。多分ね、この視聴者の皆様、うん、ほぼ視聴率 100% じゃないですか。100%? はい。私ももうドハマりしてる人なんです。まだね、昨日の見えてないんですよ。昨日宮津行ってたんで、ちょっとあんま言わないでくださいよ。あら、うん、なんかね、うん、SNS で、チラチラ NHK の流れてくるんでね、ちょっとあの、場面場面は見てるんですよ。なんか、真宙が泣いてるシーン見ました。なんだこれはと思って、そうそうそう、はい、私昨日ね仕事してましたけども、帰ってもうそのほぼあの 夜中ですけど、うん、すぐね、もうたまらんと思って見ましたね、うん、はい、惑う心か、なんかそんなタイトルの昨日、ね、そういうタイトル、ね、ちょっとなんか心にいろいろあったのかなと、はい、で特にねここあの 2,3 週、うん、あの和歌のやり取りとかね、あの和歌で、道長様が、ねね、お手紙書いたら漢文でお返事書いてくるみたいな、ね、心を伝えると漢文で広が返していくと、はいはいね、でちょっとこうやっぱり平安時代和歌っていうところでですね、うん、私もちょっとこの、歌を読んだの、月刊楽旅通信を、はい、お届けするにあたって、はい、皆さんに、はい、ちょっと一首読んでみましたので、これを披露してスタートしてまいりたいと。皆さん心して聞いて、あの100点満点で採点をこの後コメントで送ってください、うん、はい、3月も今日の旬の情報を笑顔とともにお届けするよ。ありがとうございます。はい、あのちゃんとフミを渡しておきます。はい、皆さんちょっと見せてあげてください。これね。どうですか？バカにするほどでもなかった。いやいや、ちゃんとこの時流に乗らないと。そうね。はい、乗らないとね。はい。皆さんにその思いは届きましたでしょうか？はい。もうこんなことやるうちに早うやれと。はい、お届けしろと、はい、もうね、今日本当ね盛りだくさんなんですよ。ちょっと今点数来てるかもしれませんから、はい、ちょっと見てみましょうよ。これ何点つきますか。100点つきますか。うん、あ、多分ちょっとまだ皆さんちょっと時差、コメントすら来ないですよ。まだちょっと今時間差がちょっとあるんだと思いますよね。時間差があるのかもしれない。あの私のこの一瞬に涙されてるのかもしれない、はい、森さん全く来ないですね。そんな思いで、おー、100点ですよ。ありがとうございます。忖度しすぎですね。来年の歌会始め呼ばれるかな。
林先生ね、今年宮中のお歌会始め行かれましたけども、ね、まず林先生に見てもらいましょう。林先生にね、拝見してもらって。だいぶ赤字入ると思いますよ。いやいや、素直な心でいいですってきっと言ってもらえると思います。ね、先生優しい方ですから、はい、歌に託したようにですね、はい、この月刊楽旅通信、はい、またもう一人100点が出ました。100点が大渋滞、大渋滞してます。大渋滞してますか、はい、このね、今日ちょっと一服は、はい、京都検定合格応援リーダーの私がですね、今日の旬の情報をお届けする、ね、はい、あの番組です、はい、これね、あのお笑い番組ってよく言われたりしますけども、うん、笑顔とともにお届けするよ、笑いとともに、違います、笑顔とともにお届けするよっていう、まあ、そういうね、はい、番組になってますので、今日はもう本当に忙しい、内容多いんでしょ、そうそうそう、もう20分近く経ってるんですよ。そうそう、早くしないと、早くしないと、うん、だからもうね、あのアーカイブで見る人は、私は健康診断ですからね、はい、9時までにご飯も食べないといけないんですよ。そうかそうかそうか、そう、忙しいですね、忙しいんですよ、はい、じゃあとっと行きましょう。もうね、今日のね話題からね、確実にこれね、もう京都検定出題ありますよ。あると、はい、だいたいこうタイミング的にね、このぐらいの時期って ね、まあまあちょっと重要な問題を作るシーズンに、はい、うん、作るシーズンに入ってる、先生方にとっては入ってる可能性がありますから、ありますのでね、うん、まあ、特に12月の2級1級あたり受験される方はね、もう今日あの耳の穴ほじって聞いた方がいい。言いましたね、昔よくね、久しぶりに聞きましたね、それ。かっぽじっていうやつでしょ。いうやつ、ね、久しぶりに聞きました、はいはい、では、はい、お話ね進めていきましょう。これもちょっと2月の話題が入ってます。まだ何も進んでないんですよ、はい、2月の、ね、話題でしたけど、こちらですね、まず2月の6日、はい、京都新聞に掲載されましたけれども、旧富岡鉄斎の邸宅、はい、これ、室町通りと一条通りの、ね、ちょっとこう下がったあたりですね。に、あるこの旧富岡鉄斎が、の邸宅が、長く、こう、修復されてましたよね。なるほど。はい。あれがね、ついに完成しまして、はい、これ、京都商工会議所さんの、まあ、管理の上で、うんうん、文化と産業の交流拠点としてですね、はい、これから活用が始まっていくということなんですよ。うん、これもまずどういう感じで活用するんですか、この会場を貸し会場として、いろいろ文化的な事業ですとか、はい、会議室とかね、はいはいはい、貸し会場とか、あとお茶室とか、うん、ね、和室なんかもね、うん、あるそうでして、やっぱりここでこう何か京都のね、うん、こう文化をこう発信していくということで、うん、完成しましたので、はい、これちょっとほら京都商工会議所さんの、うん、まあね、こう管理されている建物ということですのでね、はい、うん、まあ、京都検定もほら、京都商工会議所さん主催だから。そうですね。まあ、これはもう本当に出そうですね。出そうですよね。もう出るでしょう。ね、出すでしょう、みたいな ね、はい、ね。まあ、この富岡鉄斎の。公開もあるんですか、その貸し会場としての、うん、今のところは、うん、でももしかしたら夏の旅とかで、ね、そうそうそう、あるかもしれないですね。この後公開があったり、はい、あるかもしれませんの で、ね、いで、はい、ちょっとこれはね、うん、チェックを皆さんねしといていただけたらいいかなと、はい、うん、思います。旧三井家下鴨別邸もはじめとして、はい、こう明治以降の文化遺産が今、はいね、はいはいはい、こうやって修復を終えて、今までですとちょっとまだ明治というと新しい、まだ新しいね、まあ、文化財としては新しいということで、はいはい、うん、はい、まあ、それほど重要文化財も、ね、はい、なかったんですけど、今どんどんと明治の文化財でも重要文化財に今なってきてますので、はいはい、まあ、そういう意味ではこういう明治期以降のですね、はい、うん、まあ、様々な近代化遺産とか、うん、まあ、そういう建物がこれからね、はい、新たな観光資源とか、はい、まあ、こういう拠点として注目を集めてくると思いますね。はい、いずれこの楽旅京町屋もね、うん、あと100年ぐらいすれば。100年ですか。だって京町屋いっぱいありますから。ありますけど、うん。一応今ね、国の登録有形文化財ですけども、ね、ね、重要文化財とか、うん、国宝になって、ね、で、かつてのライブ配信を見たら、はいはいはい。という人が、そうそうそう、今国宝の京町屋から、
なんだあれはライブ配信をしてみたいなね。そう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 ですよ。そうなる可能性もありますけれども ね。はい。まあでもやっぱりこれもね、文化庁が京都にこう移転をしてきて、うん、京都からこう文化をね、発信していこうという、やっぱりそういう機運がね、高まって。結構文化庁が京都に拠点移して、うん、それ以降こう文化的な予算が ね、結構京都についたりしてますので、そういうのをフルに活用してね、さらなる京都の文化発信に寄与できたらいいかなと思いますね。はいはい、ですね。じゃあこちらもね、ちょっと注目で、要注目、はい、要注目でございます。はい。はい、続いてはこれね、次の日の新聞でした。はい。2月7日の新聞に、こちら大覚寺に、はい、大沢の池という池がね、隣接してありますけれども、大沢の池エリアに、なこそ橋っていう、はい。この橋がね、新たに、作られました。もともと橋がかかってたそうなんですけれども、うん、まあ、それがね、ちょっとなくなってしまった後、700年ぶりに橋が、かけられて。かけられたということでね、これ、700年ぶりとかね、すごいですよね。これ日本だから成り立つ話で、他の世界の国々は700年前っていうと、まだ国できてないとかですよね。そういうこと多いと思いますよ。で、ちゃんと記録が残ってるっていうのがすごいことでね。前の記録が残ってるから分かるってことですもんね。だって700年前とか、鎌倉終わりとか、ね、はい、室町の初めでしょ、はい、そうですね。うん、はい。そうそう。逆に言うと、なんでなくなったんだと。ね、南北朝時代に火災で焼失したそうです。うん、ということは、うん、戦いではないんですね。そうですね。1336年に火災で焼失した。誰が橋を燃やすんですか、水辺で。本当ですね。どんな火災だったんでしょうね。ねえ、その原因を知ってみたいですけど。だってちょっと建物から離れてるじゃないですか。離れてます、離れてます。ね、わざわざあそこに火つけに行かないと燃えませんよ、あの橋。はい、そう。でね、この橋ね、大覚寺のその大沢の池をね、散策するときはね、あって、あ、できてね、すごいありがたい場所にかかりますよね。はい。散策する上では。一番奥の方の、なこその滝の近くですからね。はい、そうそう。で、島に渡る。そう。で、池の中に、天神島っていう島があって、はい、その島に、入って、まあ、お参りするんですが、島からその向こう側に渡れなかったんですよ。そうそう。で、だから一回また戻ってきて、はい。で、ぐるっと回るっていう感じだったんですが、はい、その天神島から向かい側の方に橋がかかりましたので、島。今まで往復してたのが一方通行で行けるようになった。行けるようになったということです。ということです。ね、はい。で、その渡った先に、なこその滝という ね、滝が、かつてあったということにちなんで橋の名前もこれ、なこそ橋になってますので。藤原の金刀が呼んだ歌ですよ。そうですよ、今。はい。今、金刀さんもね、大河ドラマ出てますけれども。ね、お父さんの関白がついに引きずり下ろされて、ねえ。そうそう。金刀も少しちょっとこう今。うんうん、そう。なんか金刀ってね、うん、本当に京都検定で、このね、なこその橋をこう読んだ歌 ね、あれちょっとこう覚えてましたけども、うん、あえてドラマで見るとね、うん、なんか。この人が読んだんだというね。この人なんだって思いますよね。なこそ流れて、なお聞こえけれと。そうですね。で、2026年に、うん、大覚寺さんはお寺が開かれてから、1150年の、まあ、節目を迎えるということで。あと2年。あと2年。はい。ですので、やっぱりそういうね、こう、節目の事業に向けて、この橋の、いろいろ再現しているということなんですね。再現も進めてこられたということで、うん、3年がかりでね、整備をしてこられたそうですので。なんかニュースで見たんですけどね、うん、はい。そうそうたる大覚寺のお坊様などが、列なして、はいはいはい、あ、そうですね。橋を渡ってる。新聞記事で、ね、拝見しましたけれども。距離はでもすごい、短いですけど、そうですね、渡り、ちゃんと橋を渡り染めみたいな、ね、はいはい、儀式もされて、橋の長さは15メートル。15メートルありますか？ 15 メートルあるみたいですよ。なんか新聞で見る限り、はい、もっとちっちゃく見えたんですけど、15メートル。幅は2メートルということで、はい、鉄骨作りのヒノキ張りということで、うん、ね、まだ綺麗なね、橋になってますので、これやっぱり愛嬌家さんとか見に行かはんのかな。そうですね。ね、見に行ってもらいたいですよ、ね。700年ぶりに橋が再建ってなかなかないと思いますよ。なかなかないですからね。はい。これちょっとこれからね、春の、桜が、ね、はい、綺麗なところにもなりますので。今ね、ちょっとコメント、うんうん、この橋のコメントではないんですが、はいはい、音声が出せない環境におりますと、はい、多分お仕事中だと思うんですね。そうなんですね。はい。で、
残念なので後ほど見逃しで聞きますが、はいはいはい、お二人の表情を見ているだけで楽しいですと。すごい楽しみ方ですね。今全然関係ないけど笑ってます。はい、いうことでね。すごい、その状況でよく見てくださってますよ ね。ありがとうございます。さらにあの水曜日の夜に、はい、春のグルメトーク、はい、私たち2人とここに京都グルメタクシーの岩間さん入っていただきましても、春グルメをダーンとこうお届けするというね、はい、そういうオンライン講座があるんですが、はい、岩間さん、見てますとコメントいただきました。岩間さん、ぜひあさって、もうガンガントークでね、はい、京都のグルメをお届けし、まだね、受講申し込みしてない方、まだ間に合いますから、楽タイムまでお電話くださいね、はい、この春観光のおすすめグルメをね、もう3人でお届けしますから、もう、9割9分岩間さんかもしれませんけど、もうすごい情報なんですよ。すごいですよね。岩間さんの頭の中ちょっと開けてみたいね。開けてみたい。餃子みたいにぎっしり具が詰まってるんちゃいますか。本当にすごいんですよ、情報が。そうですよね。私たちもお寺神社の情報ねすごいありますけど、それ以上にお店の数の多いじゃないですか。すごいんですよ。しかもお店の中のそうこのこの商品っていうね。これとか、ね、すごいね。店主の方との秘密情報とかね、うんはい、暴露できない情報もいっぱい。そうですね。あると思いますからね。あれですね、なんか、こう弾丸トークでどんどんこう話をしてくださるから、もうとにかくあの、情報量が、はい、はい、見てます。出ますって書いてくれました。うん、岩本さん。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。途中からですが、こんばんは。こんばんは。追っかけて最初から見ますって。はい。はい、あ、初めの方ね、そんな大した話じゃない。そうですね。ようやく今始まったばかり。ほとんど今始まったようなね。はい。でも見てください。はい。ね。はい。ありがとうございます。では今日忙しいんで。忙しいから行きましょう。はい。これあれですね。7分の2個目じゃないんですか。違いますよ。2月7日です。今7個中2個目紹介かと思いました。違う違う違う。2月7日です。2月7日ですね。はい、で、このね、橋、名前ね、なこそ橋っていうんですけれども、はいはい、このなこそ橋が完成した、まね、違うんですよ。なこそ橋が完成したっていうその、うん、情報が、うん、新聞で載ってから、はい、それからね、しばらくしたときに、うん、今度はね、ちょっと滝の話ですね。はい。トナセの滝の石碑が設置されましたと。ちょっとややこしいですね。ラコソ橋の後、トナセの滝、ね。はい。あまり聞いたことがない滝だという方も多いと思いますよ、うん。でもね、見たこと皆さんある方はね、多いんじゃないかなと。私もね、名前は正直ここまで知りませんでした。はいはいはい、はい。あるのは知ってましたけど。はい、ね。嵐山の、千光寺っていうお寺。はい。隅の倉領域がね。保津川の上流に歩いていってね、そうそうそう、南側をずっと歩いていって。そうです、そうです。山の上の、ね、モンキーズパークの方を歩いていって、はい、で、山の上まで上がっていったら、うん、千光寺、千の光の寺っていうね。大比較千光寺ね。はい、千光寺っていう寺があるんですが、はい、そこね、歩いていく途中にね、上から、こう、水が流れてきてるんですよ。水が流れてる場所があります。うんうんうん、あれがね、実はなこその、いや、違う、間違えました。違うんですよ。間違った。トナセの滝なんですよ。ちょっと待って、間違っていいかな、一応。トナセの滝、はいはい。なこその滝とちょっとややこしくなっちゃいそうです。名前が意外とあるんですか？いやいやいや、どうなんでしょう。名前の、うん、由来までは書いてなかったんですけれども、ね、でもね、このトナセの滝も平安時代から様々な和歌に読まれてきた、うん、名滝だったそうでね。はい。で、さらにね、室町時代に嵐山に天龍寺が作られたじゃないですか。うん、はい、でその時にね、天龍寺を開いた、無双祖籍は、はい、天龍寺の、こう、うん、周辺のね、はい、景色の、こう、素晴らしいところを、こう、10箇所、挙げてるそうなんですが、はい、その中の一つに、ね、嵐山10景みたいな。そう、みたいな感じ。その中の一つにね、この、入ってるらしいんですよ。はい。で、非常にこう、まあ、なんですかね、有名な、はい、滝として知られてたんですけれども、江戸時代に、その隅の倉領域が、大井川、うん、保津川ですね、はい。あれをちょっと改作したときに、ちょっとなんかこう、手を加えられ。なるほど。滝の形がちょっと変わるような、うちょっとこう山肌を変わったのか、まあ山。そうですね。滝の形がちょっと変わってしまったのかもしれないですね。はい、うんうん、で、その後、まあ、
それでもね、うん、まだあの都名所図絵とかにもちゃんと紹介をされるぐらいだから、江戸時代のその観光ガイドブックに、うん、まあ紹介されるぐらいの滝であったんですが、はいはい、近年になってからあの山のね、ちょっとこう土砂崩れとかを防ぐためにあのこれちょっとコンクリートで固めたりとか、崩れたんじゃなくて崩れないようにコンクリートで護岸、そういうちょっとこう整備みたいなのをあのされた時に。はい、ちょっとこう専門用語で言うと乗り面ですね。乗り面に、山のこう斜面なんか乗り面っていうんですよね。はい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 、そうそう、はい、でそれを整備された時にやっぱりちょっとこう自然の滝の様子からは離れてしまって、うん、でもあの確かに流れてるでしょ。水は流れてる、うん、あれがですねこの戸無瀬の滝らしいんですよ。はい、でこの石碑が立ったと、石碑がこれが戸無瀬の滝だよっていう示す石碑が立ったんですが、海岸にということは、はい、嵐山吉兆。そうですね。大体の場所で言うと、保津川下りで、船が、はい。鵜飼の船が乗ると、うん、そうです、そうです。まあ、つまり、保、は、津、い、川下りが着船する場所。はいはいはい、する場所。あたりに、向こう側っていう、ちょっと、なんていうか、対岸を指す石碑が。観光ガイドの基本で、はい、あそこって言ったらお客さん分かりませんということで、ちゃんと指してくださいって言いますよね。はい、ちゃんとでもね、そちらをご覧ください。そちらってどちらみたいなね。ちゃんと指してます。対岸に、うん、矢印は言ってました。でも対岸すごい広いですよ。でもそこから向こう側見たら、ちゃんと水は流れてるのは見えました。あんなもうそれでいけるんですね。大丈夫です。はい。すごい。ですので、はい。ぜひ、なぜその、ふもとに作らずに対岸、まあ、対岸の方が観光客が多いからかな。だからこっち側を歩いてる人たちが、ね、あ、じゃあ滝があるんだったら向こう側行ってみようかみたいな感じかな。ね、はい。嵐山の保証会の皆様がこれ設置されたということで、ね、またこれ、はい、そういう意味ではね、これも新しい情報として、しかも、まあ、昔歌に読まれていたということなの で、まあ、有名な橋と、ね、まあ、この嵐山といえば天皇貴族の別荘地として、ね、はい、人気がありましたからね、はいはい、ということで、はい、新しい石碑が立ちましたと、はい、新しい石碑が立つごとに、はい、私たち観光ガイドも当てるんですよね。説明スポットが増えますからね。そうそうそう。これ何ですか先生みたいなね、言われてね。戸無瀬の滝。はい。戸無瀬の滝です。覚えておきましょう。はい。で、続いて、はい、これもびっくりしましたねっていうところで、ごめんなさい。ちょっと今、花粉症で鼻が。いいですよ、どうぞ。ちょっといいですか、はい、ちょっと話振ってもらっていいですか、ちょっとコメントを見ときますよ。はい。花粉症で大変。さあ。お、桜シーズンにタクシーで移動するのは大変じゃないですか。そうそう、岩間さんとはね、この、ね、ラクタビ京町屋からグルメトークをお届けしますが、まあ、岩間さんはもう本当に連日貸し切りタクシーでね、大変だと思いますが、これはもう書いてますが、大変じゃないところ、すり抜けます。ね、そのあたりがもうプロドライバーの腕の見せどころだと思いますね。素晴らしいです。こんばんは。お、なんと森さんが読んだ歌に変例の歌が来ました。ちょっと待って、すごいな、天敵な、ちょっと待ってください、世に有名な歌に掛け合わせて、うんうん、変例の歌が来ました、はい、お待たせしました、はい、鼻かんできました、はい、天ヶ杉支店長からです。はい、このライブをば、我がライブとぞ思う望月の、かけたることもなしと思えば、もう完成された世に二つとない素晴らしいライブ配信であると。でも我がライブと思ってますよ。すごいですね。私のまあライブ配信、私の好きなライブ配信でも撮れますからね。あらららら、かけたるところがない。素晴らしいですね。素晴らしい。望月のかけたることもなしと思えば。林先生曰く、はい、オバオバと2回使ってますから、はい、もうダメ中のダメな歌だと、林先生こき下ろしてましたけどね、これ、望月の。オバオバ。オバオバ。はい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 。ね、そうか。でもね、こういう過去に読まれた素晴らしい和歌、うん、これを、ね、引用するというのはまたね、文化人、はい、文化人やる。
ヒュヒュ。素敵。なこその滝じゃないんだっていうコメントもありますね。何？これ。あ、これね、滝ね。トナセの滝、ね。トナセの滝、ね。これ本当にごっちゃになりそうで ね、怖いんですよ。嵐山でトナセの滝。うん、そうそうそう。佐賀野でなこその滝。はい、で橋はなこそ橋。はい。はい、しかもね、ちょっとね、同じ2月にあの情報が出ましたので、ね、はい。はい、ぜひね、見に行ってみてください。はい。で、あの、滝もね、海岸にありますので、はい、見てみてください。森さん、頑張ってって書いてますよ。はい、岩間さんから。はい。はい、花大丈夫ですか？頑張ってください。ね、大変なんですよ。はい。さあ、こちらですね。はい。これ、京都新聞に行ってるんですよ。あ、そっかそっか、忘れてました、はい。あの、京都新聞に、うん、もうこれも急に、ちょっと新聞情報で私も、バンとね、バンって出たのでね、はいはい、びっくりしました。はい、あの、二条城。山村がちょっと怒ってましたね。はい、私は知らなかったって。そんなに来ないでしょ、情報。そうですね、うん。あまりね、先に出すのもね、あまりよろしくないかもしれないし、ね、あの、一斉に情報をね、一斉に出ましたけれども。聞いてないって言ってましたね。聞いてないって言ってましたね。多分そうでしょうと思いました。はい、はい。二条城の本丸御殿が、はい、今年の9月から、はい、あの、公開が。公開が再開ということで。再開されました。再開はね、18年ぶり。はい、本丸御殿って行かれたことありますか？いや、確か私たち、うん、楽旅創業時は、うん、ギリ公開してたかしてないかなんですよ。あ、そうそう、あの山村さんもね、だから昔は、うん、あの普通に空いてたと。普通に行ってましたよ。で、結構ふかふかの赤い絨毯が敷いててね、はいはいはい、あのホテルに来た感じでした、うん、廊下はね。そうなんですか。で、確かに建物も入って2階も上がって、はいはい、上からの景色を見ると、芝生とあの刈り込みが綺麗なんでね、はい、で天守台のあの、はい、石段の高さが、はい、結構高いなとかね。しかもその何ですか、二条城の、うん、そのお値段の中に含まれてましたよ、ね、自由に出入りができました、はい、あ、私はね、でもね、うん、通常公開ではなくて、春秋とかの特別公開で、料金としてはその中に入ってましたけど、確か入れてたような気がします。あ、そうなんだ、はい。私はね、これ18年ぶりに公開ってあるようにね。生まれてます？あ、ギリね、生まれてはいたんだけれども、まだよちよち歩きの頃でして、はい、私はね、うん、もうあの、私が何ですか、京都検定をきっかけに、うん、あの京都巡るようになった時にはね、もうすでに、公開は、まあね、はい、あの、されてない時に入ってたんですよ。入りましてね、はい。なので、私は一回も、うん、中入ったことがありませんので。入ったことないですか？入ったことない。ないっす。マスターでも入ったことないですね。うん、まあね。でもこれ試験出る可能性あるよ、みんな。そうやね、これは結構、これは、また世界遺産の大きな話題の一つですね。そうですね。で、この本丸御殿っていうのは、うん、あの、まあ、もともとね、この二条城に建てられたあの御殿ではなくて、ピポーン。はい、何ですか？大工さん。それ、小学生。大工さんでしょ、建てた。小学生、それ、うんうん。はい、これ建てたの誰でしょう、うん、って言って、大工さん。はい、それ、あの、書いちゃダメですよ、試験の時にね。うん、誰が建てましたかでしょ、そうそうそう、どこにあったかでしょ、ピンポン、京都。はい、京都市、はい。京都府。はい、日本、はい。地球。地球どうか。やだ、やだ。世界にしようか、地球にしようか、今、どっちか二択だったのに。やだ。くそ。やだ。くそ。これは被りましたね、今。やだわ。いい、なんかこの水を。うん、差し向けてしまいましたね。ね、はい、最後に何ですか、あの、ナイスポーズを上げてもらってます。ね、もうここっていう今のアタックでこれ決めなければどこ決めるみたいなね。感じでしたね。はい、いやあの、この間、林先生とも、うん、この、紫式部のね、大河ドラマのあれで、こう、二人でやってて、うん、私がなんとなくこう目で合図しながらね、はい、かいまみるっていうのをやったら、林先生もやってくれてね。うん、ありがたかったです。やっぱこうタイミングとか ね、はいはい、アイコンタクト大事ですね。はいはいはい、何でしたかね。何でしたっけ。だからほんま、もともとは桂宮家の邸宅ということで、はい、まあ、今の御所の北側の桂宮家の宮廷の跡ですね。これをあの明治になってから移築したものと、はい、元利休ですから、はい、明治の利休の時に移築したと。そうですね、明治時代に移築したものが、はい、ついについに公開ということで、予定では今年の何日、何日はね、まだ出てない、9月からですね、
9月からで、事前予約制、ちょっとやっぱり人数がね、はい、いきなりこう入ると、またね。そうですか。うん、結構ね、うん、もちろん二の丸御殿の方は、武家風のもちろん書院作りなので、はい、結構柱もしっかりしてますけど、はい、こっちはね、桂宮家の宮中建築に近いので、はいはい、ま、言ってみたら住宅。柱がね、細い。半分住宅みたいなもんですね。柱が細くて、華奢なんですよ。なので、今回耐震補強で、大きな修復を加えなければならなかったということなんで、はいはい、うん、まあ、二条城の中にあるんですけど、二の丸御殿を想像すると全く違う建物です、本当に。二の丸御殿はね、うん、もう本当にあれ、最大何人入れんやろっていうぐらいの、もちろん本丸御殿も大きいんですよ。大きいんですけど、はい、うん、その柱の太さとか、廊下とか、ね、の広さとか、はいはいはい、そういう意味では全然また異なる、公家のお屋敷、うん、まあ、宮家ですけど、宮家のお屋敷ですからね。はいはい、うん、ですのでね、ちょっとまだ、詳しくね、9月からって今、情報は出てますけども、はい、何日からとかいうのが分かったら ね、またお届けできたらいいかなと思うんですけど、はい、事前予約制で、ちょっと人数を限定してということですので、ね、うん、これはぜひね。だから、ちょっと早めに事前申し込みが始まるんでしょうね。うん、そうやろうね。ね、8月ぐらいから からね、そこをちょっと見逃さないように、そうですね、この月間でもちょっとお届けできれば。そうですよね。山村に聞いたら分かるんじゃない、大丈夫かな皇女和宮様が、14代将軍家茂公に嫁ぐ前に一時期住んでおられたというね、はい、ことで、非常に歴史もあるし、加納派や丸山派の障壁が、うん、杉戸の、原画が、ま、残っていると。多分、だからその襖絵自体は、うん、もともと桂宮にあったものではなくて、ね、合わし込んだかもね、もしかしたら二条城にあったやつを。なるほどね。あんまり桂宮家で加納派の襖絵があったかどうかということになってくるのでね。どっちかというと宮中絵画の方がね、もしかしたら多いかもしれない。はい、で伝統文様の唐紙などが随所にあしらわれているということで、ちょっと ね、ちょっと明治の頃に、うん、そういう装飾としてはいろいろ、ね、変わってる可能性ありますね。これすごい楽しみです、ね、はい、そして京都検定出る匂いがプンプンするしますか、します。何級です？え、2級ぐらいかな。それは簡単な問題だということですね。前下から言うと、もう1級ではこんなもん出ませんと、もう上から下に見てるわけですね。わかりました。ありがとうございます。違いますよ。いや、そんなことはないです、はい、3級の人にはこれは難しすぎるんですね。違います、違います。2級の問題にベストの答えは、どの級に出てもおかしくないです。あ、そういう感じなんですか。でもそういうのはね、やっぱりね、ね、絞ってほしいじゃないですか。言う側からしたらね。みんな絞ってほしいでしょ。うん、3分の1ですからね、3分の2外れますよ。そうそう、はい、全部入れたらどうするんですか。お前ね、うん。でもやっぱり問題を通して ね、新しいね、京都を知っていただきたいというのもあります。うん、はい、ぜひ行きましょうよ、これ、ね、京都散歩で。行きたいですね。あ、でも事前予約だから、山村の力をちょっと使って、なんでそこで、まあ、山村さん。でも二条城のね、うん、公式ガイドを今束ねてますから。束ねてますからね。はい。はい、じゃ 山村担当の事業ですから、あれは。ね、はい。はい。ぜひね、行きたいと思います。はい。はい、で、これも。ちょっとコメント見ておきましょうか。見ておきましょう。ちょっともう次大事な話だから、その前に一回、その前に一回見とこう。わかりました。もうね、次大事な話です。ああ、やっぱり長らく本丸ダメでしたということで、皆さんやっぱり見てない方が多いですね。はい、初ですと、はいはいはい、予約でも一度は見てみたいですと、ね、はい、昨日も似たようなモノマネを聞いた気がします。え、バスの中でね。あ、バスはご参加ください。そう、昨日日曜日だったんで、はい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 、京都駅に着く前に大河ドラマのお話をちょっとしたんですよ。はいはい、よし一個、よし一個。今旬の、はい、今使わなければいつ使うんだというね、もうどんどん話がいきますからね。そうですね、うん、もうもう数週間するから、ね、そうなんですよ。火山天皇のモノマネをね、今もう随所でしてます。東京、名古屋、神戸全部しました。はい、そうなんです、ね、東京も NHK、はい、クラブツーリズム学習院全部やりました。はい、はい、今それでですね、はい、ありがとうございます。はい、はい、でもう次はね、はい、もうね、なんか透けてますよ、ちょっと。透けてます。もう次はね、絶対これも京都検定出ます。もう断言します。何級に？1級。うわ、出た。
これはもう一級レベルだった。違う違う。二級三級は。どの級に出てもおかしくないし、もうなんなら、もう多分ね、この後2、3年まだ出てくると思います。うん、そんなに。それぐらい、もうこれは大ニュース。大ニュース。大ニュースです。これは。わかりますかね、うん、六冠論争って書いてます。これわかりますか、ね、これ、ね、上の方がね、はいはいはい、見にくいと思うから。ああ、じゃあちょっとすごいですね。ね、これはね、つい最近のニュースです。うん、3月15日に、ね、はい、ニュースになりましたけども。六とつくとね、皆さん多分六地蔵の方を、うん、ちょっと想像してると思います。六観音。六観音って言われるとね、でももう、六観音でお寺はもうここに絞られます、ね。六でしょ、はい、これ33だったら33箇所観音霊場ですから、火山天皇だから、はい、よし入れてくださ。ねじ込まない。強引に今。ねじ込まない。観音つながりでいきましたけど。よしこは置いとく。よしこは置いときますけれども。はい、六観音、京都で六観音といえばね、やっぱりこちらのお寺さん、名前ね、出てくるかなと思います。どうだろう、なんか、ピンポーンってされてる。ハードル高い。ハードル高い。高いですね、ハードル高いですか、はい、です。はい。じゃあ、こちらでね、はい、今日を機に覚えていただけたらいいと思います。一級レベルです。はい、違いますよ。はい。千本釈迦堂。お、初めて聞いた。初めて聞きました。うん、覚えておいて。正式名称、なんてお寺ですか、はい。法音寺と初めて聞きました。うん、覚えておいてね。はい、の、宝物館の中に安置されているこの六観音が国宝の指定を受けるということで、まあ、更新されてますので、はい、まあ、確実にね、指定はされると思うんですけども、ね、今、重要文化財です、うん。それが国宝へ。そうです。なっている。なる。なる。なる。さあ、六観音、全部言えますか、うん、え、ちょっと待って。お前さ、六観音ですよ。ちょっと待ってください。有名なやつ。いや、分かるやつから、じゃあ順番に行きましょう。行きましょう。小観音。そっから行きますか。え、なんでですか、いいですよ。小観音がだってまず基本形じゃないですか。こ、ね、はいはい、の変化だから、順番大事じゃないですか。じゃあちょっと簡単なやつから行きますね。はい。千手観音。あ、交互に行く感じですか。あ、交互でしょ。交互にしましょうか。はい、分かりました。最後私残りますね、お二人、ね。あ、そうですね。小観音、千手観音。うん。はい。馬頭観音。おお、いいとこ行きますね。はい。十一面観音。はい。順定観音。もうこれ6個出ますね。如意輪観音。はい。あ、ドキドキした、ちょっと。あ、これでどうですか。私今ちょっと如意輪観音思い出せなかった。そうですか。はい。よかった。危なかった。よかったよかった。はい、順定観音まで思い出しました。如意輪観音だけ座像。はい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 、お座りになっている姿で一番右にいて、ね、はいはいはい、あとは龍像で立ったお姿ですけども、はいはい、でこの、まあ、6体が、はい、六観音という形でね、うん、もちろん仏様はたくさん刻まれたんだけれども、うん、この6体が残ってるっていうのが非常に珍しい、うん、そうですね、これまあ平安時代から鎌倉にかけて、うん、まあ、大変盛んであったこの観音信仰の中で、うん、まあ、六観音6体まとめてこう祭りする六観音信仰というのがあって、まあそれの最たる例としてね、こう非常によく六体欠けることなく残っているということで、まあいよいよ、これ本当にね、私仏像の本を書いた時、ラクタビ文庫で、え、これ国宝じゃないのかって思ったぐらい、もう美しく、鎌倉、典型的な美しいね、感性の顔の。これは見る目があるんだ。もちろんもう分かってました。もう20年ぐらい前から分かってました。国宝になるだろう。ああ、そうですか。なんだろう、私が国宝をね、はい、答申できるんだったら、もうすぐにこれ、書きましたよ。ああ、そうですか。うん、ついに、ついにと。ついに。うん、いうことで、これはもう本当に私たちとしてもね、本当にこちらの仏様は、ね、楽旅はすごく、大本恩寺さん、はい、六観音さん好きで、ね、散策とかでもよくね、お参りかしていただいてましたけど、はい、ただちょっとなんか国宝になったら、お祭りのされ方がどうなるのかなっていうのは、うん。もしかしたらちょっとガラスが上まで、今ちょっとね、うん、ね、今はね、はい、ちょっと高いところにね、うんうんうん、お祭りもしてますけど。ちょっと気になるところではあるんですけれどもね、うんうん、はい。でもやっぱりこれはもう国宝になっておかしくない。うん、はい、そうですね。ね、はい。こういうワンセットで揃ってるというのがすごいと思います。情景というね、ね、慶派の物資が。今ちょっと質問出そうかと思ったんだけど、さすが。マイスター。はい、情景が来たんだ。すごいお寺ですよ。やっぱりね、本堂が焼けていない。うん、その分、やっぱこういう文化財もたくさん残っているね。そうですよね。はい。でね、今このね、情報を聞いてね、うん、もう今すぐにでも、うん、ね、拝みに行きたいと思われるかもしれないんですが、うん、今はもう閉まってます。この時間だからでしょ。はい、時間ね、閉まってます。で、なおかつ、明
日じゃあ行くって言ってね、明日行ってもね、おそらくね、ちょっとね、修復を今、順次されてる関係上、今行ってもね、6体は揃ってないはずですので。だから多分今回その、修復のために、順次、調査をしながら、やっぱり国宝にすべきふさわしいということがね、はい、分かったということですので、ね、ちょっとね、今行っても、6体揃ってないので、五観音とかになっちゃいます、ね。4観音、3観音、2観音、1観音。はい。なので、ぜひね、やっぱり揃った状態でお参りしていただくのはね、いいかなと思いますので、お参りされるときは、ね、ちょっとお寺さんとかに、お揃いになってますかと、ね、はい、聞いていただくのがね、いいかなと思います。はい、もうこれはね、大体過去の問題の例を見ても、はい、やっぱこの国宝になったとかいう、はい、結構出てますもんね。出てますし、近い、ここ最近のね、例で言うとね、宝根強引の阿弥陀如来座像が国宝になったと。で、刻んだのが陰閣ですね。はい、もうこれね、その年にももちろん出ましたけど、その後にも、出ましたね。何回も出てきます。はい。で、新たに言うと、西本願寺のお堂も次々と全部国宝になったとかね、はい、あの辺も結構旬で出ましたね。出ますし、その後もね、出てきますのでね、もう皆さん、京都原典のね、テキスト持ってる方は、ちょっとね、重要文化財でなってますけど、ちょっと間違えないように国宝と書いておいてもらってね。まだですよ、一応、答申されて、そうですね、文部科学大臣が反抗したら。したらということですのでね。はい、ね。これはね、12月。もう一問、これで、もう、ゲットですよ。そうですね。はい。間違いない。と思う。二級の人だけでしょ？すいません。二級もあるかもしれない。二級もあるかもしれない。二級とかだと、まあ、例えば、このね、選択肢の中にね、はい、正式名称。正式名称とね、ね、作者。作詞の方が出るかもしれないね。2級だと。3級だったら、だから正式名称と。正式名称を答えるとか、ね。うん、そうですよね。可能性あるから、どの級も可能性ありますよ。はい、ぜひね、ちょっとこれはまた。皆さん見たことありますかね？どうでしょう。宝物館の方です。ね、東京国立博物館でこれ、大本寺の特別展が、ね、ありました。その時にも登場しましたし、あの時ね、確か、後ろにも回り込めて、後輩が取れてたんですよ。で、あと、十大弟子もすごいじゃないですか。十大弟子像も、また、東京に揃いましたんでね。そうですね。はい、で、同時に、大本寺さんの、地蔵菩薩像もね、国宝に、指定されて、これは今、宝物館にはお祭りされてない。京都国立博物館に帰宅して保管しているということなので。まあ、もしかしたらこれを機にね、何らかの形で。この間、ネットで見てみたらね、すごいお地蔵様でしたね。はい、私も本物見たことなかったんで、はいはいはい、ちょっと皆さんまたね、千本釈迦堂。仙台地蔵尊。仙台地蔵。はい、仙体ね。体、はい。体はね、ちょっと旧漢字の場合もあります。仙台地蔵。で調べると、はい、すごい、ちっちゃい仏様がいっぱいね、いらっしゃる。ぜひちょっとご覧いただきたい。高さはそんな大きくなさそうでしたね。なんか24センチって書いてあるかな。そこにだから仙台ね。仙台並んでる。びっくりしましたよね。はい。あのね、これ、六観音と地蔵尊。まあ、国宝になりましたね、はい。誰が一番喜んでると思いますか？よしこ？違う。そこに行きますか？違いました。違いますね。違いますね。違いました。おかめですよ。おかめ？おかめさん、ね、コメント入ってるから、おかめさんも喜んでいますねって。おかめさんですよ。そうか。おかめさん大喜びですよね。おかめさん大喜びですよ。おかめさん喜んでますよね。国宝選定メンバーになれますね。なりますかね。なりますか？結構ね、なんですか。適当ですよ。か自分の、なんて言うんですか、ね、感情が入りますよ。ね、もうはい、オッケーみたいな。好きなご住職さんとか、もうここにしておきましょう。いいですよとか、ね、いいですよしか言いません。オッケーですよって。はい、東博でしっかり見ましたと。素晴らしいです。そうかそうか、東京国立博物館ね。はい。そう、こんばんは、遅れました。今、東京駅で新幹線待ちです。ということで、はい、残念ながら、はい、なこそばしの話題を終わってしまいました。あら、橋の方。橋の方。今、あららららら。最新コメント入りました。橋の話してたんですよ。ぜひ、冒頭、一番最初の方をね、ご覧くださいね。はい。
あら、まあでもすごいね、東京駅でわざわざ聞いていただけてるなんて。新幹線待ちで、ちょっとあの寒い ね、この8時ですから。はい、ありがとうございます。ということは、2時間40分ぐらいで大阪帰ってきますから、はい、10時40分新大阪に待ち構えればお会いできますよ。そうです。はい、これはね、もう断言します。絶対出る。出ますね。はい。で、そんな京都検定なんですけれども、はい、京都検定、はい、今年のテーマ問題も発表されましたね。ついに7月の3級と12月の3、2、1級、はい、全部出ましたね。はい、今年のテーマ発表されました。はい、気になるテーマ。もう気になりません。ちょっとまたこれもうっすら透けてます。そんな見えてないよ。見てないかな。見てるかな。どうでしょう。視力検査みたいじゃないですか。そうですね、はい。まず、7月に行われる3級。はい。はい、こちらですね。ドン。今日の寮探しということで。え、あ、私も寮ですよ。若村寮。若村を探せ、みたいな。今日の寮探し。あれちゃいます。若村さん、あそこの飲み屋にいました。とか、ね、はい。餃子食べましたとか。ね、はい。その寮じゃありません。ね、はい。もう涼しいね。はい、寮を探す。貴船の川床とか。そうですね。まあ、盆地ならではの、ね、この暑い夏の京都を乗り切るための生活の知恵。寮氷室道とか、ちょっと歴史的で行くとね。あれちゃいます？下鴨神社の。氷室道といえば、氷室道行けば誰の墓がありますか？第65代火山天の山主一行。すごい引っ張りましたね、今。皆さん、また地図で、氷室道、金閣寺の下をね、通ってて、氷室道をたどると、火山天皇陵出てきます。火山天皇陵の北側が氷室道なんですよ。ちょっと待ってください。火山天皇陵って金閣寺の平野神社の北です。だ平野神社を桜の名所にしたの火山天皇陵ですよ。で、歩いて5分に火山天皇陵があって、はいはい、その上の道が氷室道で、はいはい、その上の方に金閣寺があります。ああ、そうなんですね。うん、寮探しをしてたら、うん、よし一個火山天皇陵になりますよ。うん、そうそう、生活の知恵を、はい、まあ、大河ドラマ見てない人全然分かってないんじゃないですか、よし子。ねえ、ね、今からでもついていけますよ。ぜひね、見てください。うん、で、まあ、行事や食文化、観光スポットなどについて知ってもらい、真夏の京都の、観光振興につなげる。いろんなこう、うん、涼しさを求めた風物詩とか、はい、ね、まあ、うちわとか、京扇子とかも出る可能性もありますね。なるほどね。京うちわとか、はいはいはい、まあ、うん、氷にまつわる、先の氷室とか、下鴨神社の、ね、みたらし祭りとかね。あと、涼しさで言うと、あとなんか、例えば、着るもの、衣食住、ね、こう探していくと、夏の、例えば、なんでしょう、食べ物。あ、水無月とか。ね、水無月なんかも、まあでも、氷を口にしたいうことの、ね、まあ、形が水無月になってます。名越の祓いとか。名越の祓いとか、ね、まあ、ちょっと違うのかな。うん、まあでも、なんかそうですね。面白いですよね。なんかこう、ちょっとこう、私たちで、こう、想像を巡らして、ね。これまた、うん、で、検定の対策講座。そうですね。もしちょっとできそうならね、はい、3級の方の。そうですね。基礎固めでね、はい、やってみてもいいかもしれませんね。うんうん、ね、まあ、もしくはこの月間で、ちょっとこう、情報を盛り込んでね。はい、そうやね、うん。なんか、こんなの、ね。ね、出そうとかね、はい、知らんけど、みんな、違う。ないか。3級ぐらい自力で受かりなさい、だいな。言ってないですよ。言ってないです。はい。で、これが、7月で、ね、いよいよ12月。はい。12月は、こちらですね。3級、2級、1級。いずれもテーマ問題出ました。3級が、今日の年末年始ということで。で、7月は、まあ、夏に関する、ね、はい、テーマで、12月の方は年末年始ということになりますので。これはもう年中行事。そうやね。とか、まあ、食べ物とか、うん、まあ、そのあたりに絞り込んでいくとね。はい。いけそうだと思いますね。うん、はい。年末年始の行事や風習、さらには今年や来年の干支にまつわるスポット。いいですね。いい問題が出そうです。はい。いいですね。はい。で、2級が、うん、紫式部と京都。来ました。うわ。よし。こうそれ出ますか？火山天皇、炎雄天皇、はい、秋子、
はあ、とか一条天皇彰子、はあ、帝子ですよね。これね、私あの前回の12月のね京都検定1級ね受験しましたけどね、もう一問もこの紫式部とか出なかった、出なかったんですよ、うん、で全く出ない。その分今回ここに多分温存されてたんでしょうね。テーマがあったんじゃないですか、うん、テーマありきで、そう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 、やっぱりね出しちゃうと次の年、うんね、特にテーマ問題もうこれは出ないとか読まれてしまいますからね。温存されてたんだなと勝手な想像ですけどね。はい、はい、まあでもこれはね、やっぱり今年はやっぱりこれを機にね、皆さんも新たにね知ることも多いと思いますので、ね、はい、2級は紫式部と京都ということで、テーマが抽象的だとちょっと難しくなりますね、うん、とかいうコメントもありますね。この量探しですね、はい、多分そのあたり ね、はい、やっぱり紫式部、それで年末年始もぼんやりしてますね。出たっていう、何が出たんでしょう。あ、よしこか、よしこかな、よしこが出た、よしこが出た、はい、よしこがね、なんかあの、はい、止めたくなりましたって、つまりあの多分 VTR を止めて、はい、よしこを見て、ここまでちょっと改めて見ると多分こんな言い方してないと思いますけどね、はい、よしこよしこぐらいですけど、はい、で1級が法然上人ということで、はい、これも来ましたね、はい、浄土宗の、はい、用意がいいことで、皆さん、はい、こんなタイミングで、ね、はい、オンライン講座があるんですね。これそうですよ、あのこのテーマの、ね、発表になる前から、はい、そう、これね、今週末ですよ、法然上人。私あのオンラインでアーカイブ付きでやりますから、何回もこれ見れますよ、はい、あの資料もお送りしますので、法然上人のご生涯からゆかりのお寺神社史跡、これ含めてあの A4 で10枚ぐらいの多分資料になると思います。膨大な資料じゃないですか。膨大なんですよ、はい、まあね、今年あの浄土宗開宗850年という節目の年ですので、はい、まあ、浄土宗とか浄土宗の、まあ、お寺、まあ、そのあたりも含めてね、はい、京都検定の一級のテーマになっているということですので、これなんでね、たまたまオンラインをね、うん、設定したかというと、ま、うん、もなく東京国立博物館で4月の16日かな、はい、この法然と極楽浄土っていう特別展があるんですよ、はいはい、でとにかく4月は知恩院でも大きな法要がありますので、はい、ちょうど春に京都では法要、うん、東京では特別展と、はい、もうピークが来ると思ってこれを設定して、はい、まあ、皆さん春お出かけするなら知恩院のこういう法要があったり、うん、今日東京では国立博物館でこれが見れますよというね、もう目録が出てるので、はい、で早来号が出てきますから、はいはいはい、国立博物館に、はい、うん、でそのあたりをちょっと皆さんに PR しようということで、はい、オンラインを決めていたら、はい、京都検定まで私に乗っかってきたんですよ。違いますか、岡村さんが乗っかった、乗っかったですか、はい、でちなみにその今話にあった、はい、法然の、 あの特別展は、はい、秋に京都国立博物館に、ね、来ますからね、来ますので、ね、はい、どっちみちこれ学んでおくと、うん、え、何ほんならまた秋にもやろうと、もちろん、いやいや、そんなことないですよ。今のところ1回ですから、1回、今のところ1回ですから、皆さんお見逃しないように。そうですね、はい、まあ、特別展の時は特別展のその文化財に特化してちょっとなんかね、うん、やってもいいかなと思いますけども、とにかく人、はい、まずこれ、はい、あのリンク貼っておきますので、もしよろしければ、はいはい、ご受講いただいてですね。わかりました、はい、私あの歴史上の人物で、うん、一番すごいと思う人物が空海か法然か。ほう、あれ念、え、今何、え、法然違います、難しい、やだ、もうまさにそういうことかと思いましたよ。違いますよ。違うんですか。違うのもがっかりですよね。いやいやいや、もう本当にあのなるほどっていう、うんうんっていう方法ですよ。ね、はい、そうですか。そうなんですよ。じゃあまあなんでそう思うのかなんかを ね、この講座の中で、はい、お話を紐解いていただけたら。本当にすごいんですよ。浄土念仏っていうのがどういうことかということでね、やっぱりその時代背景もあって、うん、平安末期から鎌倉の始めっていうね、はいはいはい、まあ、ここでやっぱり現れたのが、うん、法然親鸞という浄土念仏だと思いますんでね、はい、何が世に受け入れられたのか、誰を救ったのか、そのあたりをね、ちょっとお話したいと思います。はい、ありがとうございます。はい。
さあ皆さんどうでしょう、はい、コメントね。火山天のモノマネ、うん、ライブ配信の皆さんにも聞いてもらえてよかったです。昨日バスの中でだいぶやりましたんでね昨日私の後ろに座っていただいてましたんでね、バスの中もう多分あのマイクを通して一応喋ったんですが、はいはい、生よしこが見え聞こえてね、すぐ後ろにいらっしゃったんでありがとうございます。もう荒れちゃいます。家帰ってもよしこがなんか、うん、ね、あの耳の中に残ってなっちゃいますか。す、ね、はい、ありがとうございます。はい、あとはですね、うん、他の級のテーマも勉強しておかないといけないとつくづく感じました。意外と1級受験される方でもね、うん、2級3級のテーマ問題がちょっと派生して1問2問出ることって結構あります。あれは引きずられるというか、まあやっぱりこの旬ということで、うん、もちろん1級の人は知ってますよねっていう1問が結構出てますもんね。あります、あります。うん、あの前回の1級でもね、あの2級のテーマ問題が出てましたもんね。あの紛れ込んでましたね、はい、これ結構だから重要だと思いますね。そうなんですよ、はい、でまあね、せっかくだったらね、こうやって紫式部とかね、あの2級のテーマもこう学んでもらったらいいし、うん、あの1級のテーマの法然上人もね、うん、あの2級受験の方も一緒にこう学んでもらえたらいいかなと思いますのでね、はい。面白いコメント入りました、はい、多分この方はね5級受験の方ですね年末は大掃除、年始はゴロネって書いてます年末年始の年中行事ね、あの年末は大掃除、年始はゴロネ、あらこれ5級ですね。あ、もう間違いない、なかなか素晴らしい、これハードセンス。あ、我が家は浄土真宗、惜しい、法然は浄土宗です、はい自分の名前なので火山天皇に呼ばれると恥ずかしくなるのです。あ、そういうことか、そういうことだ。よしこさんですから、よしこさんから、よしこほんまですね、火山天皇にだいぶ呼び止められてますよ。いやでも火山天皇に愛されてたということですよね、はいはいはい、よしこさんはね。そういうことか。あ、まあ、今回あの、ねえ、本郷奏太さんが演じましたから、はいはい、イケメン、はい、イケメン天皇で、ね、最後あの髪剃っても男前でしたね。うん、もう綺麗なね、あの頭の形されてますよね。スキンヘッドでしたけど綺麗かったです。はいはいはい、法然さんは心が広いですよね、ということでね、コメントいただきました。はい、ありがとうございます。さあでは今日、はい、たくさんの情報をお届けしました。うん、ね、いや終わっちゃダメですか。もうだって1時間超えてますよ。ますよね、びっくりしました。今、はい、さっき見たら50分だったのを私確認してるんですよ。はい、そこからもう15分以上経ってるんですか。経ってると。何喋ってるんですかね、2人で。いやいやいや、もうたくさんの京都の旬の情報をお届けしたという。旬でしたかね。よし、これは旬ですよ。もう今。来月これやったらおかしなことになってますからね。よしこ誰になってますよ、もう多分。ね、でも来月にやったらまた違う人出てそうですね。誰だろう。誰だろう。ティーシー。違う違う。なんで。表紙みたいな。なんか、なんかま、モノマネしてる。また一条天皇が、来月ってどの辺行ってるんだろう。越前はもうちょっと先なんでしょ ?4 月。終わりぐらいってね。4月にね、石山寺。行かれるそうですよ、うん、だから5月が確か越前だったら2ヶ月ぐらいまであるって言ってましたから、うん、多分。そうか。ということは、はい、石山寺関係、はい、なんだろう何, 何かこう、はい、独特の節回しが出たら私多分ね捕まえると思いますから、はいはいはい、ぜひあのライブ配信お楽しみに。旬のものを繰り返す習性がありますんで。ね、あります。そういう習性。辛いばっかり食べるとかね。あります、あります。あの、一時ね、扇町天皇にね、ちょっとハマっておられた時もありましたもんね。昨日これね、はい、バスの中披露してます。昨日丹波、亀岡通りましたから、はいはいはい、あの、明智光秀の本能寺の変を喋りましたから、はい、見守るのみぞ。坂東玉三郎さん。はい。はい、ました。あ、もうこれ旬じゃないからちょっとなんか笑いが今あもう、ね、さーっとなった感じしますね。なんか聞こえてきました、ね、今、うん、なんだそれはみたいな、ね、はい、じゃあもうここらで終わった方がいいかな。終わりましょう。はい、はい、あ、じゃあ今日もねたっぷりと情報届けしましたが、はい、あの来月は4月のね月初めに明後日、うん、ドキドキこのテンションのお二人の中に私が入りますということで岩間さんがドキドキしてますが、岩間さんの方がすごいテンションですよ多分。グルメに関してはですよ、ですよ。私たちが多分ね、はい、おー、はい、こんな感じになってるんですか。そうそうそう、うん、そうだと思いますよ、ね、うん、岩間さん、ね、ぜひ明後日グルメもう確かネット申し込み終わってるかな。いや確か
ギリギリいけたはず。あ、そうですか。わかりません。はい。ぜひネットから難しかったらもう明日、うん、ぜひ電話で言っていただければ、はい、視聴用の、うん、もう URL 先送りますから、はい、そうですね、はいはい、ぜひ、はい、さあグルメトークをね、グルメトークもね、はい、熱く広げたいと思います。はい、はい、じゃあ来月は、うん、まあ月初にできるように、そうね、桜情報ど真ん、まあ、ちょっといやいや終わってるかもしれないもんね、4月の頭だと。ソメイヨシノの満開が今3月の31日予想になってるから、結構月初にしないと桜散った後の配信になっちゃうんで、そうですね、スケジュール決めておきましょう、まあ、決めておきましょうね、はい、わ、はい、かりました。もう今月はね、前回月初に決めて今18日ですから、今日1日に決めて今日ですからね、18日がようやくできたわけですから、はい、そうですよ、はい、ね、もういかに若村さんがね京都にいないかということが、はい、はっきりとしました。もう、はい、全国のために皆さんのために、はい、よしこを全国で今広めてます。何回言った今日、分かりません、誰か数えてください。コメント入れてください。はい、はい、じゃあ最後行きましょう、はい、きっともっと京都を好きになる、この好きになるときが皆さんも大合唱いただきまして、はい、手にハートマークを作って今日もたくさんの元気をお届けします。皆様からもたくさんの元気を京都にお届けいただきたいと思います。それでは行きます。もっと京都を好きになるということで、今現在楽旅通信春号最後の最後今作成中です。まもなく発送ということなんですが、もうね4月がちょっと近づきすぎてますので、ちょっと4月頭の企画はインターネットにまずホームページの方にも先んじてあと2、3日で出ると思いますので、また出た状態でまた SNS で皆さん春のこんな企画やりますということを出していきたいと思います。4月の7日日曜日の夜にちょっと仁和寺を貸し切って、お室桜の特別拝観、4月7日日曜日の夕方です。1週間後、4月の14日日曜日、都踊り行きます。それ宮津踊り？これ宮津踊りでした。宮古踊り見に行きます、ね、はいはい、その1週間後、はい、4月の21日日曜日は、うん、お江戸東京で、はい、江戸旅をやりますので、はい、ちょっとこの日曜日全部押さえておいてください。4月7日4月14日、はい、4月21日、はい、日曜3連チャンです。はい、はい、なんとかスケジュール開けておいてください。お願いします。はいはい、はい、あ、もう終わったのね、全部ね。やることやりました。やりました。ということで皆様、はい、本日もご視聴いただきまして、ありがとうございました。また来月月初まもなく2週間後あたりにお届けします。では、ポチー。